4回のです、ね、ノーアウトランナー1塁2塁、一塁二塁あそこからの三者連続三振、うんえー、何かこう場内がぐーっと <laughs> そうですね、でも、まあ、ノーアウト一塁二塁になってね、えーまあ、勝負にいってああいう形になったんでしょうけど、うんまあ、5、6、7と、ねまあ、いい形で、えーまあ、いい流れが来たんではないでしょうかね。 エースがああやって試合をこう持ってくるって言うんですか、そういう場面を見た気がしました。うん、あまあ、両方ともね、もう素晴らしい投手で、えー、まあ、本当に、まあ、やというんでしょうかね、えー、分かれ目というか、まあ、そういう部分になったのかもしれないですね。ただ、相手はですね、昨シーズンまでレギュラーシーズンは連敗が続いている小川、初戦でいきなり打ち崩しました。<laughs> まあ えー、そうですね、まあ、今年始まったばかりですからね、あのまあ、あ悪いことではないんですが、まあ、しかし、えー、さらにね、この、うん、また敵も、えー、その上を、はい、来るでしょうから、まあ、我々もまたしっかりと、ね、研究はしておく必要があると思いますね坂本の一発も大きかったですね、あれ。いや、まあ、効果的に、えー、点数は入ったと思いますね。えーまあ、主導権を 相手を渡さずにね戦えたというところは良かったと思いますね。え最後にまた菅野投手の話ですが、東京ドームでの18番というのはいいですね。そうですか。まあ本人に聞いてみてください。まあ、いやもう私には非常によく映っておりまおります。はい。ありがとうございます。はいはい